い、おはようございます。レイです。 YZF-R6 でお散歩に出ております。今日はですね、貴重な晴れ間とまではいかなかったんだけど、今霧雨ぐらいでギリギリ済んでるって感じかな。なんかね、ニュース見てると、東京あたり関東の方、8月入ってから毎日雨で、これが40年ぶりだとか。なんかそんなに毎日降ったっけってちょっと思っちゃったんだけどね。なんかパッと晴れた時とか雨が止んだ時に狙ってバイク乗ってたからそう感じてるのかもしれないですね。で、今ですね、僕どこ行ってるかと言いますと、YZF-R6 で今これ汐留トンネル、首都高の C1 ですね。これから3号渋谷線に入って用賀のあたりで降りて串谷世田谷に行きます。友達がね、新しいつなぎを作るということで、で前に1回採寸したんだけどデザインで悩んじゃって、で実際にオーダーできなくて、で1ヶ月ぐらい悩んじゃってやっとデザイン決まって、でトレーニングよくしてる友達なので体の大きさが変わってるかもしれないからもう一度測りましょうって言われたらしくて、でそれでもう一度採寸に行くというわけです。だからね、僕はね、冷やかしですね。僕もね、新しいつなぎ欲しいんだけどな。最近もっぱら妄想してるのがですね、一つは今日もね、もう一個別の動画撮ろうと思うんですけど、この間 R1 の音を撮ってみたっていう動画作ったんですけど、皆さんなんかね、こういう風にやるといいですよとか、多分こういうことですよっていうアドバイスいっぱいいただいてありがとうございます。なんとなくこんな風にダメなんだろうなって思ってた感じの仕上がりでしたね。で、そういうちょっと細かいところを改善してもう一回やり直してみようと思って、で状況を揃えるためにね、また空いてる夜同じ R1 で、やった方がいいのかもしれないんだけど、同じことやってると飽きちゃうから R6 でやってみようと思って、まあ、クロスプレーンとフラットプレーンの音の違いも改めて自分の家のデスクに座って聞き分けてみたいなと思って、それで R6 で出てきたんですけど、この後もうちょっと状況がいいタイミングで音も撮ってみようと思います。でね、その音の話ともう一つ妄想がね、止まらないのが、東京タワー、ビルに隠れちゃった、もう一回出てくるかな。東京タワーさんの登場です。もう一つの妄想がですね、 R1 をね、早くね、レーサーにしないと練習ができなくて、練習早くしないと年内もう何もレース出らんなくて終わっちゃうから、今シーズンもう、まあ、なぜカウルを買わないかというと金がないっていう一つの理由しかないんですけど、あれば速攻で買ってるんですけど、ないんでね、まあちょっと貯金しながらお金が貯まった時にマフラーとかステップとかいろんなものを一気にやろうかなと思って、それで、まあ、あんまり慌ててないつもりなんだけど、カレンダー見ると慌てるね。8月はねレースがない時期なんでまあまあいいんですけど、9、10、11ってでも着々と最終戦が終わっていっちゃうんですよね。このままいくと今年何も出れないっぽいな。でね、もう一個妄想してるのが R1 のカウルなんですよね。早くレースカウルが欲しいんだけど、まあ、軍資金がございませんので、ちょっと待つほかないんですけども、その時に、ね、あとマフラーとか、まあ、レーサーにする最低限のレギュレーションの必要なパーツまとめて一気にドンってやらないと形にならないから、それでちょっと蓄えているところなんですが、全然蓄えられていかないのはなぜでしょうか。おかしいですね。何かがおかしいですね。で、そのカウルのさ、カラー悩んでるんですよね。どんな色にしようかな。で、それで相変わらず日本製のカウルと海外製のカウル両方値段見てるんですけど、まあまあクレバーウルフ日本製のもの買えば一番間違いがないんですけども、その半額でね買えちゃうんでね、海外カウル、まあ品質の差と思っていいのかな。
1回ドゥカティの1199カニガーレースで参加してサーキット遊びしてた時は、あのドゥカティとか BMW の日本で売ってる部品、日本メーカーの部品って全部なんか外車値段で割り増しで高いんですよね。それが尺でね、海外のカウルを買ったら半額以上の安さで買えちゃいましたね。その代わり品質も半分以下でしたね。納得、納得です。まあ、特殊なカウル形状をしているバイクが海外のバイクは多いってことなのかな。でそれでね、カウルがさ、まあ、そのままじゃつかないのは全然当たり前と思ってよくて、海外のカウルっていうのはなんかボルトオンとかって書いてあっても全然ちゃうやんって感じで、全然なんですよ。まあ、そんなんザラなんで、それで安くほどほどいいものを買えればいいっていう買い方もありですよね。まあ、自分で手で加えていけばね、楽しいだろうからね。ただこれがね、レースカウルになるとものすごい頻繁に脱着をするものだから、あんまり品質悪いとさ、使ってて楽しくなくなってきちゃうからね。やっぱカチャッとついてカチャッと外せてがいいよね。でそこでまあどっちのカウルを最終的に変えるか、その後何色にするか悩むとキリがないですね。まあ、ヤマハ車だからブルーにしとけば間違いないけど、別に僕ヤマハファクトリーってわけじゃないし、ヤマハからお金もらってるわけでもないから、自分のバイクはプライベーターで自分のバイクだから、何色にしようかな。なんかね、僕コカコーラが大好きなんですけど、勝手にコカコーラレッドに塗って勝手にコカコーラのロゴ入れてもいいなって思うんだけど、まあ、勝手にロゴ使うのも悪いしね、使っていいですかって聞いたら微妙な回答しか返ってこないだろうし、どうしましょうかね。まあ、そんな妄想してたらですね、用賀に着きました。ここで高速を降りたいと思います。さあ用賀で降りました。ここで降りるとね、あれこんなニトリあった、新しいニトリできてる、あ白バイが隠れてますね。ご苦労様でございます。ご苦労様です。私は何もしておりません、何もしておりません。でね、そこら辺の角がね、 A 出版ですね。ライダースクラブとかバイク人って本作ってる編集部知ってますかね。あ、今度いつだっけな、9月か10月にこの A 出版が作ってるドゥカティマガジンっていうドゥカティの専門誌があって、あ、ここ、これ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  A 出版、ドゥカティマガジンのイベントがあって、それのね司会のご依頼いただいてて、群馬県高崎オートで司会僕やりますんで、よかったら来てください。うん、R6 ね、こうやって止まるとね、すねが熱い。股間とかももじゃないんだよな、 R6 すねが熱いんだよね。 R1 はすねじゃなくて股間かな。でも気のせいか R6 の方が熱く感じるんですよね。多分燃焼薄いと思うんだけど、多分サブコンとか入れると燃料もっと入れてあげることになるんだけど、そうするとエンジン冷えるかな、もっと。さあこの先左折するか直進するか非常に微妙なとこです。左折レーンはガラス機、直進はこんな感じ。この先目的地行くのにどっちが早いんだろう。こっちにしろちょっとね、道の反対側のめんどくさいところにあるんだよね。まあ、正攻法、正攻法がどっちなの、どっちが正攻法なの。これ皆さん多分スタイルあるよね。用賀で首都高を降りて串谷世田谷店に行くときのスタイル、
ういうルートかな。これ左曲がってどっか U ターンしてとか結果楽なのかな。これ左折とさ、まっすぐがどっちかが空いてる時とかあるんだよね。それで選択悩んじゃうんだけど、府警さんがお仕事されてらっしゃいます。警察が多い、なんだろう、お盆休み明けで多いの、お盆の残りで多いの。緊張しますね。さあ、この辺どっかを左折したいんだけど、一通の嵐なんだよね。どこだっけ、ここのなんか外車ディーラーのとこ曲がれなかったっけ。来た、曲がれます。うわー、500Eとかある、渋、超かっこいい、超かっこいい、すげーかっこいい。いいな、こういう古いベンツかっこいいな。これを品よく乗れたら本人が品がいいってことだよね。渋いな。この年式の国産車を例えば買おうとは思うものがないもんな。もうちょっといい感じでクラシックの部類入ってきてるね、この辺の車は。いよい、さあ曲がります、曲がります。むっちゃ住宅地、車来てます。先行っちゃいます。どうも、住宅地はね、何が飛び出てくるか分かんないからね。見えない、見えない、ほら。で、どこ俺曲がりたいんだっけ。この辺ちょっと左行ってみようかな。車は来てございませんね。来すぎたかな、来すぎた感じですか、これ。一発来すぎた感じですか、私。まあそこ一通だもんね。これで246に戻ってくるというわけですね。はい、皆さん到着です。左側、串谷世田谷店でございます。俺の友達もう来てんのかな。でね、駐車場ね、裏にございます。こちらに停めたいと思います。はい、そんなわけで R6 で串谷世田谷店の駐車場に着きました。すげえかっこいいっす。ちょっと止めてる場所がちょっと残念だけど、すげえかっこいいです。かっこいいね。こんなとこです。ここです、こちらでございます。これが下に世田谷店です。それでは中に入っていきたいと思います。まあ、ここからちょっと別の話になるので、この動画一旦ここで締めたいと思います。以上、レイがお送りしました。